ということで今ホテル着きました。ゴールドエアポートスーツっていうところですね。もう時間は11時40分です。でもまだちゃんとホテルのレストランもまだやってますよ。はい、ここで今からちょっと遅めのねタンパク質の補充をしたいなと思います。いいよということでね、今ね午前1時までレストランやってるって言ってたのに、なんかもうあの食材がないからダメだとかって言われちゃいまして、そしたらこのレストラン、レストランじゃねえや、ホテルのお兄さんが西武イレブンまで素敵な車で今乗せてってくれてますよ。優しいですね。マッチョを維持するのも大変なんですよ。ちゃんとプロテイン、わちゃちゃ、プロテイン取んないとすぐ細くなっちゃいますからね。はい、中国でやってきましたよ、セブンイレブン。セブンイレブン。しかも今もうバンコクはもはや日本となら変わらない綺麗なねセブンイレブンがあるというね。はい、ちょっと見てみましょうか、韓国のセブンイレブンね。はいはい、いや、あのプロテインの補充こんな感じ。なんかタイでは12時までしかビールが買えないらしいので、4ミニッツで閉まっちゃうから先にビール買えと言われましたよ。いよはい、ということで今ですね、またスワンヌプーム国際空港に到着。もう今回の旅行で一体何回目でしょうか。3回目です。今日はオマーンエアーでね、オマーンのマスカットっていう街に向かいます。マスカットは多分ドバイに近いんですけど、あの昔のドバイというか、あの中東の本当に良き時代のまままだ残っているという街ですね。非常に楽しみですよ。ですね、到着いたしました。オマーンの本日のホテル、名前がオールムルージュグランドホテルに到着いたしましたよ。なんやこれ、真珠みたいなのがお出迎え。しかもこのホテルなんかまだめちゃくちゃ新しいみたいですよ。しょ、コーヒーもあるよ。ちょっとこじんまりしてるけど素敵な部屋ですね。新しい。そして砂漠です。砂漠いよ。はい、ということで今ホテルチェックイン終わりましてね、このホテルとオマーンの、まあ、ツアーなんかないかなとインターネットで探しましたが、正直あの他の国と比べて全く、まあ、ツアーサイト の、 あの Get Your Guide とか使っても全くないです。なのでよくわからないので、とりあえずツアーで Google マップで検索して、その中で最も近くて評価が高かったツアー会社までちょっと一旦30分ほど歩いて、向かってみようかという作戦でございます。これでも歩けるのかな、これ歩けるか分かりません。なんか車専用道みたいになってます。分かんないけどとりあえずレッツゴー。どう見てもこれ歩道ないよ。まあオマーンは石油で潤ってる国なんでガソリン安いんでしょうね。もう完全車文化ですね。よいしょ。はい、ちゅうことで案の定歩く道がないです。どうしよっかな。ホテルの近くのモスクです。すげえ綺麗、ゴミ一つない。なんだこの美しすぎる。 All right、 もはや今歩いている場所が歩道なのかすらわからないですけれども、
横断歩道、やっとちゃんと人が歩くところっぽいところを見つけました。あ、何これ何これ、渡るのはいいけど何これ、え、この後どうやって行くの、なんじゃこれ、渡ったはいいけどこれ危ねえやん、何これ、怖い怖い怖い、よし危ないよ、え、これ横断歩道、横断歩道ですねこれ、いいのかな、いいのかな、横断歩道っぽいですよ、大丈夫かな、 OK let's go、ただひたすら道なき道を行く、やりました、やっとまともな歩道に着きましたよ、はい、ということで今ツアー会社ですね、オールマーマリーツアーズに到着いたしましたと思ったら、ないなかったです、1時間ぐらい歩いてきましたけれども、残念ながらツアー会社はなかったというのが結論でした、じゃんじゃんマジか、いやはやツアー会社行ったけど明日のツアーもう全部埋まってますって言われました、うわすげえ綺麗、綺麗な夜景ですね。Thank you for watching. しこの動画が面白いなって思ったら、高評価もお願いね。コメントもお待ちしてるです。チャンネル登録よろしくね。いる時は最高。笑い出す笑顔はキュート。